なんか画面がもやってる。いつも通りか。もやもや。バウチさんありがとうございます。たっちゃん、みちろうさんありがとうございます。こんばんは。ただの魚さん、あやさんありがとうございます。こんばんは。たっちゃんさん、まさっちさんありがとうございます。長旅から帰ってきましたと言おうとしましたが、寝ていたら福岡でした。行きも帰りも寝ていたら大分に着き、寝ていたら福岡に着いていました。まーさんさん、おかゆさんありがとうございます。応援さん、メフィラスさんありがとうございます。宗広さん、坊ちゃんさんありがとうございます。シューマニアさん、ただの魚さん、マンチクさんありがとうございます。マーさんさんありがとうございます。やっと着いた、お疲れ様。マキーサさん、坊ちゃんさんありがとうございます。マンチクさん、イーイーさん、長谷川さんありがとうございます。今日はもう雨が降ったり風が強かったり、今日日が暮れたら寒くなったりって、すごい大忙しな一日だったんですけど、来てくださった皆様ありがとうございました。そう、ちょっといろいろね、天候の影響で中止になったプログラムとかもあってね、そう、駅伝とか中止になっちゃったんですけどね、来てくださりありがとうございました。オーディさん、シワさんありがとうございます。バウチさん、シュン太郎さんありがとうございます。メフィラスさんありがとうございます。ねえ、もう私の走ってるところはまたいつかどこかで見れる機会があるかもしれないし、ないかもしれないんですけど、その時まで楽しみにしててください。ね、いつかあるかもしれないし、もしかしたらもうこれもから一生ないかも。もうこれ以降ないかもしれないし、あるかもしれないし、わからないんですけどね、いつかね、見るね、皆さんの前で走る機会があるかないかは分かりません。いや。ネオレスさん、たっちゃん、ただの魚さんありがとうございます。そう、でもやっぱさ、家もしなかったとするじゃんね、私はね、噂では早いって言われてるじゃん、実際見たらそんなことないじゃんってなるかもしれないじゃんね。だからさね、何、理想というかね、想像のままでいた方が幸せかもしれない。ね、わかんないじゃん、私の走ってる姿とか走ってる顔、お顔がさ、もう相当ヤバめかもしれないじゃんってなると、想像のままで終わってた方が幸せな可能性もあるよ。くんちゃんさん、ラブ北海道さん、マリモさんありがとうございます。そう、あれ、いおりちゃんってあんな顔してたっけってなるかもしれないじゃんね。そう、あれ、いおりちゃん言ってたより早くなくないとかね、いおりちゃん走り方がおかしくないってなるかもしれないじゃんってなると、そう、想像のまま幸せなままで終わってた方がいいかも。はるみさん、Thank you さんありがとうございます。みのるさん、トムトムさんありがとうございます。あじひぬくさん、Thank you さん、ただたんたんさんありがとうございます。ギモーブウルスさん、グッさんありがとうございます。そう、ファンタジー、そう、想像のままに終わってた方がね、幸せなことってあるじゃんね、真実を知らない方が幸せみたいな話もあるじゃん、それかもしれない。フォレストさん、タダタンタンさん、ハルミさんありがとうございます。もしかしたらね、もう今日私この服を着て大分に行ったんですよ。なんかちゃんとなんか冬服っぽいさ、服着れてない？私今日これで大分に行ってきたの。マリモさん
ベニちゃんさん、ありがとうございます。グッさん、ナックスさん、ありがとうございます。そう、なんかすごいちょうどよかった。なんだかね、今日は寒くて寒くて、この下も長袖なの。そう、長袖なんだけど、すごいちょうどよかったです。カズ27さん、ライトさん、ありがとうございます。ね、夢で海藻プリンね、夢の中で爆走してる私を想像してください。でも今日私これで、これ黒なんだけど下も黒いズボンだから、すごいカラスみたいだった。自分で自分を見た時に、わあカラスのようだと思いました。今日の自分の自分を見ての感想ナンバーワン、うわーと思ってはるみさん、ぐっさん、ぼーちゃんさん、ありがとうございます。今日この服初めて着たの。そう、今日この服初めて着て、もう今日朝早いの分かりきってたから、もう昨日寝る時点に、寝る時点でソファーにもう洋服を全部置いといたんですよ。そう、カバンも置いて、明日着る服、もう靴下とかも全部ソファーに置いて寝たんだけど、で朝いざ起きて着るじゃん、着てちょっと鏡で自分が見えたの。パッて見たらカラスだと思ってまるでカラスのようだと思いながらお仕事に行きました。マザーキさん、グッさん、ありがとうございます。鍋うどん、わー美味しそう、いいな。そう、もうあまりにもさ、朝が次の日早いですと思ったらね、私はもうすべての準備をして寝ますそう、でもすごいね、カラスなんだよ。全身見たらね、まあカラスそう、ズボンも黒いからね、で靴も黒い靴を履いていったんですよ。そりゃカラス。あやさん、ありがとうございます。カラス、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょフォレストさん、ありがとうございます。あと5日ぶりにメイクをしました今日。キラ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 って感じです。バウチさん、北九州のりょうやさん、ありがとうございます。そう、今までずっとリハをしてたの、リハだったので、私リハの時はそう、メイクする、朝からメイクをする気がなかなか湧かないので、そうメイクせずに行ってるんですけど、リハーサルは。そうだから、リハーサル期間をね、メイクを全然しなかったんですけど、5日ぶりにそうメイクをしました。キラキラキラそう、お肌が休息タイムでした。でも私リハ中、そのすっぴんがちょっと、もう自分のすっぴんが受け付けないノットなのでマスクしてるから、そう結局ね、肌すれちゃったりとかしてそうだけど、してそうなんだけどね。グッさん、ありがとうございます。でもそろそろね、乾燥してくる季節ですからね、私はそう、この辺とかがよく乾燥するんですよ。こう、何、ここの、ここのなんていうゾーンなんだろうね、この辺、このちょうどこの辺からこの辺が乾燥するので、気をつけなければいけません。冬ですので、乾燥大国になっちゃう。ジローさん、ありがとうございます。あ、そうだね、頬骨ゾーンだね、頬骨ゾーンがすごい乾燥するの。でも今日はね、なんだか久しぶりにメイクをしたからか、なんだか肌の調子がいい気がしました確認してるカメラ見てバウチさん、レム太郎さん、ありがとうございます。
ロデムさん、スルーしていいですよ。さ、ありがとうございます。カラスの勝手でしょって。カラスの勝手じゃないの？え、歌詞違うの？え、カラスの勝手？勝手に泣いてやるぜとか、勝手に丸々してやるぜの勝手じゃないの？え、わかんない。正式な歌詞じゃあ私間違えてるかな。ラントゥーリブさん、ありがとうございます。え、違うの？カラス、なぜ泣くの？カラスのか、勝手じゃないの？カラスってカラスは勝手に泣いてるんじゃないんですか？違うんですか？カラスの歌って調べたらいい？カラスの歌歌詞。カラスは山に可愛い7つの子が、そうなの？カラス、なぜ泣くの？カラスは山にか、あって原曲がわかんないうん、まあ朗読するねカラス、なぜ泣くの？カラスは山に可愛い7つの子があるからよ。可愛い可愛いとカラスは泣くの。可愛い可愛い、可愛い可愛いと泣くんだよ。山の、すごい人種がね、え、わからん原曲がしかも題名7つの子だった。知らないことばっかり。石竹ハンさん、ありがとうございますね。7つの子だった、やばばば。あ、これ替え歌なんだ。私ずっと今まで勝手でしょーと思った。ホリチッチさん、ラブ北海道さん、ありがとうございます。歌えないね。うん、カラスの勝手でしょーが正式だと思ってた。知らない。知らないね。学校でやらなかったか、わかんない。学校でやったとしても多分さ、ちっちゃい頃じゃん。多分小学生低学年とかの頃じゃん。覚えてないと思うの。初めて聞いた。ヤスプッチンさん、シングルンゴさん、ジュンタムさん、ありがとうございます。歌わなかったね。もうずっとずっとずっと記憶の中はもうカラスの勝手でしょーがもう私の中でインプット。知らなかったし歌えなかった歌詞見たら歌えなかった。はるみさん、きゅうりスープはとっとってって言っとったけん、たっとったたいさん、ありがとうございます。そう、もうこのワンフレーズしか知らなかった。むしろこれをいつ覚えたんでしょう。わからないです。なんだろうね。同様のスペシャル知らなかった。ね、カラスコーデとか言えません静かにしますねえ、まるでカラスですなんて言えません。封印ですシングルンゴさん、シンジーちゃんさん、ありがとうございます。1677日、ありがとうございます。1677、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。知らなかった。自己さん、ありがとうございます。初耳ではないんだろうね。記憶が塗り替えられてんだろうね。
どっかで。ゴーちゃん、コさん、ありがとうございます。ジコジコさん、ありがとうございます。ただいま家に帰り着きました。おかえりなさいませ、ありがとうございました。かー、歌うのもやめようね。メイビーさん、ありがとうございます。どこでどうなってしまったんだろうか。伝言ゲームとかもね、どこでどう変わってしまったのかってぐらい変わっちゃうよね。それとは全然話が違うんだけどね。別物です。私子守歌はあれだもん、眠り眠りだもん。そう、子守歌の覚えてるのナンバーワンこれ。わかんない、私結構ねすぐ寝るタイプの人間だったと思うから、あんま子守歌歌ってもらってない気がする。そう、結構もうね、眠ったら眠、もう夜になったら寝てしまうぞっていうタイプの子供だった気がするから、そう、寝るの大好き先生だったから、そう、すやすやとね寝てた気がする。そう、絵本とかは寝る前に読んでもらってたんだけど、あんまり子守歌はないんじゃないかな。そう、寝る前に好きな絵本を一冊選んで、これ読んでっては言ってたけど、割とね、そう、絵本読んでもらってる間に眠たくなってた気がするから、スヤって寝てた気がする。ゴーちゃん、ありがとうございます。そう、玄関で力尽きて寝てた。なんか結構私ちっちゃい頃めっちゃ寝てたんですよ。なんか何も話しかけられなかったら3時ぐらいまで寝てた時、全然ちっちゃい頃3時まで寝てたり、どんなにお母さんが洗濯機を回しても掃除機をウィーンってしても起きないぐらい眠り姫だったんです。姫って言うなって感じなんですけど、そう、眠りガールだったんですよ。そう、いや、まあそんなにね寝るもんだから、幼稚園とか帰ってきたらもう疲れてるの、くったくたなの。そう、なんか幼稚園ってお昼寝がないんですよ。そう、帰ってくる時間がその分早いんだけど、そう、お昼寝がないから帰ってきて靴脱ぐじゃん。ちっちゃい頃、靴脱ぐ時って、ちっちゃい頃って私は、そう、玄関の段差にそう座って腰をかけてね、靴を脱いでたんだけど、もうその腰をかけた瞬間、もう動けなくなっちゃうの。もうやだやだやだってなって、そこで人暴れして。そう、幼稚園の頃の私はそこで人暴れして、暴れた後に疲れてそこで寝てました。そう、やっぱ言うじゃん、もう疲れた、やだ動きたくないみたいになったら、お母さんがやっぱこっちまで玄関上がってね、靴脱いでリビングまで来なさいみたいな話になるじゃん。もうそうなると私は疲れてるから、もうね、人暴れするんですよ。そう、人暴れしたらもう疲れちゃうの。だからそこでね、よく玄関に座って寝てました。マックさん、ありがとうございます。そう、あの玄関のさ、こういう段差があるじゃんね、こうなんて言ったらね、このダダンってなってる段差に腰掛けて、そのままでんって寝転がって、充電をしているはずなのに切れちゃった。そう、よくね、そうやって一眠りして、そう、落ち着いたらリビングに上がっていくっていうのを結構幼稚園生の頃はね、あのそこそこやってました。
そう、そこそこな頻度でやらせていただいてましたね。玄関で眠るという。今はちゃんとソファーで寝るか、ホットカーペットの上で寝るか、ベッドで寝ます。元気が一番さ、ありがとうございます。そう、ちゃーんと。リム太郎さん、ありがとうございます。そう、成長しました。いや、滋賀の DD さん、ありがとうございます。でもなんか一回お母さんが、お母さんとどっか出かける、なんかおじいちゃんおばあちゃん家に行きますよってなって、でもおじいちゃんおばあちゃん家に早い時間に着きたいから、朝すっごい早くにあのお家を出ますよって言われてた時があったので、その時がちょうど暑くもなく寒くもない時期だったんですよ。ちょうどいい時期で、そう、もうそう決まる、もう朝早いですよって決まってたから、私はもう堂々とあの車の中で寝ました。パジャマ着て、まあ、荷物も全部もう夜のうちに、そう、自分の荷物は車の中に積んどいて、そう、靴履いてパジャマ着て毛布持ってシートベルトして、おお勝手にね、そう、もう勝手に出発進行してくださいっていう気持ちで、そう、車の中でグー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 、そう、そのままね寝てたら、もう来たらおじいちゃんおばあちゃん家でした。よっちゃんさん、ありがとうございます。そう、結構ね寝ることにね重きを置いてるタイプなので、そう、寝る睡眠大事なので、そう、まさに瞬間移動ですよ。おばあちゃんちもびっくりだよね。だってさ、大体さ、なんかお兄ちゃんとかお母さんとか私服なのにさ、一人さ孫がさパジャマで来るじゃん。おはようっつって。ね、お母さんとかお兄ちゃん着替えてんのにね、一人だけパジャマで。おじいちゃんおばあちゃんちって着替えました。そう、一応ね、そうよ、一番準備が早いですよ。そう、ちゃんと出発時間に準備ができてる人ですから。そう、パジャマだけどね。ゆびさん、ありがとうございます。ね、結構ね、私も結構どこでもね熟睡できるタイプというか、なんか一回なんか台風の日があって、そう、台風の日があって、私結構もう窓のすぐ横がお布団なんですよ。だからなんかね、窓の近くで寝ると危ないんじゃないってなって、私はもうこのその頃結構いいお年だったので、お母さんと一緒に寝るって言われたけど、大丈夫ですって言って、そう、結構ですって言って、そう、廊下に、そう、ベッドのマットレス持って行って廊下で寝た。なんかすごい廊下のそう隙間にもう窓がないと思って、 そこまだもう廊下に窓がないから、そう、近くに窓がないからここ安全じゃんと思って。にゃんこ先生さん、かずっぴさん、としさん、ありがとうございます。私結構早々に一人で寝始めたんですよ。そう、結構私小学3年生とか2年生とか2、3年生とかから一人で、そう、自分の部屋で寝始めたから、そんなに自分の家で誰かと寝るっていうのがなかなか、そう、落ち着かないというか、そう、なんか、まあ、環境が変われば全然いいんだけど、自分の家にいるのに、そう、一人で寝てないっていうのになかなか落ち着かないから、そう、できればね、極力自分の家だったら一人で寝たいなと思っちゃうので、そう、廊下に敷布団もそんなすぐ出せないから、自分のマットレス、えいしょ、えいしょって持ってって。
でもそれでも熟睡できました。でもただ廊下のど真ん中に私が寝てるもんなのですごい邪魔だと言われました。そりゃそうだよね、廊下大占領してるもんね。ジェイちゃんさん、ダンゴーさん、ありがとうございます。なんかそういう時もね、そんなに暑くもなく寒くもなくの時期だったので、すごい廊下でも快適に寝れました。ねえ、そりゃ邪魔ですよねっていう。シムさん、ありがとうございます。そう考えるとやっぱ結構どこでも寝れますね、熟睡先生です。なんか一時期、今もなんだけどさ、お風呂入るのってすっごい嫌、なんか嫌ではないけどさ、すごいちょっと行くまでがすごくすごくめんどくさいタイプなんですよ私。そう、でもやっぱ学生、小中学生の頃とかはさ、お母さんに、そう、次の日学校だから早く入りなさいって言われるじゃないですか。私よく言われてたんですよ、なかなか入らないから。そう、なかなか入らない私がすっごい悪いんですけど、なかなかお風呂に入らないから、お母さんに早く入りなさいってよく言われてたので、じゃあ分かったよって言って、私はそう渋々洗面所まで行って、ここまで来たらお風呂に入ったって思われるだろうと思って洗面所で寝てた。洗面所のさ床で。そう、洗面所まで行ったら多分きっとお母さんは私がお風呂に入ったと思うと思って。そう、でももうそんなお風呂に入るよりその時は睡魔の方がもう超でかかったの、もう眠たいっていう気持ちの方が本当に強かったから。そう、でもさ寝てたらさ、お風呂に入りなさいって言われちゃうからさ、ね、困ったもんだと思って。お母さんが一番困るよね。困ったと思って、そう洗面所で寝て、たまにバレた。たまにガラガラってドア開けられて、そう、何してるのって言われてた。ねえ、ちょっとね、やっちゃいがちだよね、結構。そういろんなとこで寝ますね、睡眠大事ですから。シムさん、ありがとうございます。酔って寝てるうち。違いますよ、あの時学生なのでね、はい、疲れ果ててるんですきっと。洗面所もなんで結構寝ていけば全然快適に寝れますよ。割とね、やっぱね、人はどこでも寝れますと思います。そう丸々しなさいって言われた途端ね、なんせその時期と言いますと、何々しなさいって言われたらね、しませんっていう気持ちになっちゃうからね。博多の山さん、ありがとうございます。明るいところでも寝ようと思ったらね、全然寝ちゃう。そう、でも本当に自分でお布団に入っておやすみなさいってしたい時は暗くないと眠れないけど、全然明るいとこでも寝れるけど、そうベッドに入って寝ますよってなるなら真っ暗にしたい。アンドロメダ焼きさん、ありがとうございます。そう、私がね、多分ね、そんな洗面所でも玄関でも寝れる理由は、多分あんまり枕を使わないんですよ私。そう、なんかね、ちっちゃい頃枕が苦手で、そう枕なしで寝てたの、むしろ枕いりませんっていう。そう、枕があると逆になんかそう落ち着かなくって、枕なしでちっちゃい頃ずーっと寝てたので、そう今でも日によっては枕をホンって弾き出すぐらい、そう枕なしで寝る時もあるので、だからね、多分ね、どこでも寝れるんだと思う。ゆうまさん、ありがとうございます。
今もそうなの、なんかね日によってなんかいろいろね、なんかフィットする日とフィットしない日があるのさ。そうで、フィットしない日はもう枕なしで寝ちゃう。たまに寝違いますよ堂々とお母さん時代なかなか遅刻しなかったのはあのお母さんのおかげです。お母さんがすごいよくしてくれました自分でもね目覚ましをかけるんですけどね、そうお母さんがたくさん起こしてくれたので、そう遅刻せずに済みました。たっちゃん、まうっちさん、ありがとうございます。そんな私は一人で起きれるようになりましたなってくれって感じだよね22歳。そう、そうね、枕使った方がいいよって言われるけどね、でも枕あると寝れないんですと思ってね、もう諦めてる。でもたまに、なんだろう、でも枕を使わないのはたまにだよ。そうでも朝起きたら枕から外れてるそう大体枕ありで寝てることが最近は多いんだけど、朝起きたら枕とは違う、なんかね頭に枕もないあれ、よしかずさん、しましまさん、ありがとうございますね。枕より下で寝てる。なんか頭上にさこうやって枕があるとするじゃん、枕の位置は変わってないんで、枕からずり降りてることがねよくありますね起きたら。そんな感じです。また教えてください、ありがとうございます。そうどこでね、どこでも寝られるのはすごいねいいなと思います。なんか移動中も睡眠だもんだから今日睡眠時間で言うと今日寝るの遅かったんだけど、移動時間ですごい寝れたから8時間ぐらい寝れてると思う私移動時間で寝るのも睡眠時間に換算するので、今日は多分ね7、8時間ぐらいね寝れてる。でもやっぱねバスとかダメですね、バスとか首痛くなっちゃうわ。そうバスで寝るとやっぱどうしてもね首が痛くなっちゃう。今日はそんな日でしたありがとうございます。それではランキングを読みます。13位ゴーちゃん、ありがとうございます。12位マーサンさん、ありがとうございます。11位タダタンタンさん、ありがとうございます。10位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。9位タッちゃん、ありがとうございます。8位ヨッちゃんさん、ありがとうございます。7位タダの魚さん、ありがとうございます。6位はるみさん、変わったのでもう一回読むねん。13位こうちゃん、ありがとうございます。11位ただたんたんさん、ありがとうございます。10位よっちゃんさん、ありがとうございます。9位ただのさくなさん、ありがとうございます。8位じいちゃんさん、ありがとうございます。7位たっちゃん、ありがとうございます。6位はるみさん、ありがとうございます。5位ぐっさん、ありがとうございます。4位ぼうちゃんさん、ありがとうございます。3位しむさん、ありがとうございます。2位ばうちさん、ありがとうございます。1位メフィラスさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。それでは皆様今日も一日お疲れ様でしたねえ。皆さんね、急に寒くなるので暖かくして寝てくださいね。おやすみなさーい。
バイバーイ。